ハロー、ナイロンブロガーのソラです。今日はヨッピーさんにお越しいただきました。こんにちは、ヨッピーです。では初めにヨッピーさんの自己紹介をお願いします。はい、リトルソニーバイトというブランドをやっていまして、はい、4年目に入りました。ではこれからヨッピーさんのキャリアについてどんどん聞いてみたいと思います。はい、最初に学生時代はヨッピーさんどんなことをしてましたか？ただ洋服が好きで古着屋さん行ったりとか、いつも原宿にうろうろしてたりとか。じゃあ学生時代って何か夢とか目標とかってありましたか？ざっくりとしか分からなくて、なんか海外にも興味があったし、洋服も好きだったし、何になりたいっていうのは実際はなかったんですけど、気がついたらずっと洋服に携わってて、なんかつながるなみたいな。ブランド立ち上げるまでの経歴をちょっと教えてほしいです。20歳でアメリカに行きまして、まあ、語学留学がきっかけだったんですけど、洋服関係のアルバイトをしたりとかもして、帰国してからは販売員を2年ぐらいやりまして、でジョイリッチに入るきっかけがあって、そこで PR を3年半ぐらいやらせてもらって、そこでちょっと自分のブランドをやりたいなって思い出して、あの今に至ります。ジョイリッチでは、プレスのお仕事をされたと聞いたんですけど、具体的にプレスのお仕事の内容ってどういうことを任されたりとか？ジョイリッチは LA のブランドなので、LA のそのブランドの良さをそのまま日本のお客さんに伝えるっていうので、ちょっと自分なりに考えて、なんだろうな、イメージを大事に、大事しながら、そうですね、いろんな人に知ってもらえるように。ジョイリッチのプレスに前されたってことなんですけど、ジョイリッチのプレスになったきっかけって教えていただけますか？実は、千駄ヶ谷を歩いてたら、あの知り合いの方に名前呼ばれて、結構久しぶりに会ったんですけど、でその時に私がジョイリッチの T シャツを着ていたんです。そしたら、ヨッピージョイリッチの T シャツ着てんじゃんって言われて、この人社長だよって言われたのが最初で、そこで名刺交換をしたんですけど、まあ、それがきっかけでちょっと話すこともあって、ちょうど日本に上陸を考えていて、その時まだ来て上陸そうですね、ラフォーレのオープン前だったので、でちょっと仕事があるかもしれないからみたいな話を軽く最初してたんですけど、まあ、そこですごい気に入ってもらえたみたいで、お願いしてもらいました。それがきっかけ。はい、今回のゲストはヨッピーさんでした。また次回ね。バイバーイ。